今から電車の駅まで歩いて行って町に出ようと思います。なんか結構低い位置に電線がたくさんあって日本の住宅街みたい。駅まで出てきた。29スアベニューステーション数字だけ日本語で言っちゃうっていうね29th Avenue Station。 あれ、よし、1日券買っちゃう今日も。うん、あ、じゃあ一応ワンゾーンなんだ。そう、うん、センターがここでしょ。うん、あ、ここ、まあ、こことかだったり、うん、ここら辺とか、うん、どうする。でもワンゾーンだけど別にライトがブリンクしたら抜いて。だってあれブリンクしないね。まだやってんの。あ、オッケー。あそこのやつピンナンバー N OK。 ブリンクしたね、うん、リムーブ。はい、ありがとう。あとどこにこれデイパスって書いて、これどうやって、何、こうやってやるの。おお、できた。え、こんな紙なのにピーってできるんだ。入ってるんだろうね。あ、どこどこ、出ちゃいそうになったあ、こっち側に出るって覚えておかないとね。だからプラットフォーム1側に出るってことだよね。家に帰るとき、テニスコートの反対側。うん、でも電車とか乗るの超久しぶりかも。全然乗んないもんね、だって普段乗る機会がないもん。うん、じゃあ何これ、もしかして日本ぶりかな私。本人韓国行ったけどこないだ。うん、あれオーランドでちょっと乗ったっけ。乗ってないよね。あ、乗ったよね。オーランドでちょっとモノレールに乗った。ディズニーランド、ディズニーリゾートないの。あ、リゾートないのね。グランビ。外に出てきて、うわ都会なんだけど特に当てはないでもね、うろちょろしてたらね絶対あると思うよ。あ、着ようか、寒いね多分。あ、違うかな。あ、多分そうだと思う。ラーメン屋めっちゃ並んでる。あ、めっちゃでもないか、でもみんな並んでる。 Turn right. ターンライト。今ここでライトってできなくない。反対に行ってるんだよね。反対に行ってんの。こうだってこと。今 Google でバンクーバー居酒屋って書いて打って、あ、まあありそうだったところに向かってる。ちょっと多そうな。うん、今はランチタイム。あ、でも1時か、うん、ちょうどランチ。まあでもここはランチが別に1時で終わるわけだよね。あ、まあね、辛くてみんなご飯食べてるからさ。今グーか牛かっていうガーデンっていう居酒屋に向かってるけど、そこに牛角もある。多分同じところにあるんじゃないかな。あれでもあれなの。何これ、締めで牛角もいけるってことじゃんランチメニューしかダメってこと。そういうことない。定食みたいな感じ。一品で頼めるでしょ。どうだろう。GPS シグナル lost。 大丈夫です。どこだ。何階って書いてあった。もっと上かな。
さっき書いてあったはずだけど、ベリートップフロアだって、一番上。うん、すごい。あんな隠れ家みたいな全然見つかんないような場所だったけど、人が結構いる。あれ、パティオもあるよ。でも仲がいいかな。お客様です。全部食べた。頼んでも大丈夫ですか？ロイヤル弁当ボックス。ロイヤル弁当ボックス。はい、あとこの今日のスペシャルで唐揚げ。コンボチキンカラー。チキンカラー。はい、お願いします。チラシコンボ。チラシコンボ。と炙りサーモン美味しいですよ。炙りサーモン美味しいですよ。お願いします。そう、お酒とかでモヒート作ったりとか、ユズのコリンズとか、なんかなんだろう、こっちのカクテルを日本のお酒で作ってるみたいなカクテルが、うん、これはなんだっけ、海鮮？チラシ寿司。七味あります。ありがとうございます。七味ありますか？お願いします。ありがとうございます。あ、Thank you。 Yeah, thanks。 ありがとう。書いてあったよ。ビールいらないんですか？うん。味噌おでんの盛り合わせ。悔しい。何が？いろんな意味で。何が悔しい？だって今回の旅行で今この瞬間が一番楽しいんだ。うん。今までの。僕ちょっと無視できない。うん、でも別に家で美味しいもん食べてるんだよ。刺身を？ん？刺身を？別に毎日刺身食べる必要ある？毎日ではないけど、逆に食べてないから美味しいんだよ。毎日食べてたらバンクーバー来ても楽しくないんだよ。よかったじゃん、楽しめる心があって。え、何それ、そういうことじゃないの？ビールも喉乾いてて飲むから美味しいんだよ。まあ、それはあるよ。車買ってからさ、観光するときにさ、いっぱいに行けるようになったから、そのありがたみがさ、詰まってくるんだけど、それもある。すごい難しいなと思って、生活。そうです、だから、そう、幸せって難しいよね。その、頻繁にやるっちゃうと、頻繁にやるからもちろん。皆様、帰りです。ありがとうございました。そうだから幸せも、そういう統計でもさ、お金もさ、お金があれば幸せだろうっていうのも、お金の収入が何千万って、例えば、うん、600万か800万か超えたらもう同じだって。そこまでうちのお金が増えるほど幸せ増えるけど、600万ぐらいいっちゃうと、まあ、そこからはあんま変わんない。幸せ度は変わんない。そうだから、そういうところも考えると、まあ、すごいなんか深いなと思って、うん、何かをするとこう、人によっても違うけど、なんか成し遂げることで楽しさを感じることだろうし、うん、健康とかもだよ。病気になるとさ、健康だけでもいいって思うけどさ、
健康だとさ、別にそんなことにありがたいとも何も思わないよね。お腹いっぱいになってきた。なんかもう一個頼んでなかったっけ。頼んでた。レギュラーサイズの軟骨。軟骨？2倍のサイズの。どうしても取れない感じで。ん？軟骨の唐揚げです。はい、ありがとうございます。はい。薄いね、色が。そういうものか。軟骨の唐揚げ。あ、あく。あく、あく。ありがとうございます。うん、あがたく。